ペンネーム、創生神さんからいただきました。ありがとうございます。なざわさんこんばんは。突然ですが質問です。僕はたこ焼きを主食ではなくおかずとして米やパンと一緒に食べるのですが、先日友達に話したら、それは変と言われました。僕は自分は間違っていないと思うのですが、花澤さんはどう思いますか？まあね、若干炭水化物ダイエットをしている私としては、炭水化物に炭水化物って嫌がらせかと思うんですけども。でもね、いいと思う。だって関西の人ってたこ焼きもお好み焼きも一緒に、あれ？ご飯と一緒に食べる。ですよね。そうそう、おかずとして。なんかさっきスタッフさんがラーメンとご飯を一緒に食べるって言ってたのが、そんな感じなのかな。でもほんと炭水化物パラダイスじゃないの。いいな。次。